チャイムと共に帰宅。今日は東京に移動する日。準備してすぐに空港に向けて出発。関西国際空港到着。今回はジェットスターで成田空港まで移動します。シートベルト着用サインが消えるまでは座席を立ち。成田国際空港到着。ずっと寝てました。スカイライナーで友達の家向かいます。翌朝、西武対ソフトバンクの試合を見に行きました。にわかですが、一応野球はソフトバンクファンです。自分の推しの中村晃選手が逆転タイムリーツーベース打ってくれました。逆転でソフトバンクの勝利。これ一瞬焦ったけどセーフになってよかった。翌朝、アジスタに向けて出発。飛騨9駅到着。アジスタ到着。時間あったので近くのラーメン屋でラーメン食べました。味の素スタジアム。リベルン君来てくれた。ゴールキーパーウォーミングアップ開始。フィールドプレイヤーウォーミングアップ開始。開始早々ケルビン選手のゴールで先制するも、まさかの逆転負け。今回も快活クラブにお世話になります。少し休憩してお風呂入ったらすぐに出発。今回も夜行バスで帰ります。大阪到着。最後までご視聴していただきありがとうございます。今年中にチャンネル登録者数500人目指してますので、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。